雲の糸芥川龍之介。ある日のことでございますお釈迦様は極楽の蓮池の縁を一人でブラブラお歩きになっていらっしゃいました池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白でその真ん中にある金色の髄からは何とも言えないいい匂いが 絶えまなく辺りりれております。極楽はちょうど朝なのでございましょうやがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって水の表を覆っている蓮の葉の間からふと下の様子をご覧になりましたこの極楽の蓮池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから水晶のような水を透き通して 三津の川や針の山の景色がちょうどのぞき眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございますするとその地獄の底にだたという男が一人他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に留まりましたこの神たという男は人を殺したり家に火をつけたり 色々悪事を働いた大泥棒でございますがそれでもたった一つよいことをいたした覚えがございます。と申しますのはある時この男が深い林の中を通りますと小さな雲が一匹道端をはっていくのが見えました。そこでンダタは早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが「いやいや。 これも小さいながら命のあるものに違いないその命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ」とこう急に思い返してとうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は地獄の様子をご覧になりながらこのダタには雲を助けたことがあるのを大思い出しになりました。 そうしてそれだけのよいことをした報いにはできるならこの男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸いそばを見ますと翡翠のような色をしたハスの葉の上に極楽の雲が一匹美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様はその雲の糸をそっとお手におとりになって 玉のような白はすの間からはるか下にある地獄の底へまっすぐにそれをおおろしなさいました。